こんにちは、衆議院議員の松原仁です。政党助成金というのは、政治活動のために国がですね、税金を出資して行っているものであります。しかし今回のようなコロナ騒動という大変厳しい環境の中においては、私は身を切る改革、身を切る姿勢というものを政治家が持つことが、それが国民の皆様に対して一つのメッセージとなり、だったら我々も頑張ろうということにつながるだろう、こういう趣旨で質問いたしました。最後に麻生さんにですね、大臣にお伺いしたいことは、麻生大臣がですね、まあやっぱりこれはもう日本の政治の中心にいる一人として、まあ、311の時はですね、まあこれは自主的にですね、議員は歳費を減額をしたわけであります。また同時にですね、その前のリーマンの時は、まあ、プライマリーバランスも一時延期したわけでありますが、今回は合わせたぐらいの経済的なダメージがある中で、私は思い切って麻生さんが政治の世界でリーダーシップを取って、政党交付金をですね、これをそれぞれの政党を受け取らないと、それぐらいの苦しみの中で、この日本国民の苦痛と同情のものをですね、我々を感じて戦っていくんだということを、この場で言明をしていただければ、大変にそれは今回のコロナに対する国民のですね、一致した結束した行動を促すと思っております。一言明確にですね、それをやりたいという意思を示していただきたい。麻生財務大臣、ご意見として伺っております。まあ、ご意見として伺うということですが、深く伺ってもらいたいし、また交付金もですね、使い勝手を良くしてもらいたいと思っております。現在、見込み額として2020年自民党は172億6100万円、立憲民主党42億9000万円、国民民主党46億4800万円、公明党30億2900万円、日本維新の会18億5300万円、社会民主党3億6200万円、等々であります。共産党は受け取っていないようでありますけれども、こういったものもですね、こういう気球存亡の時は、我々も身を切る改革をするというのは、一つの我々のこの切り口としてあっていいということで、私はあえて今日、麻生大臣に対して質問した次第であります。この政党助成金というものに関しても、また多くの国民の皆様のご関心をいただければと、このように思っております。